送席、そしてスタンドの皆さん、ヒーローインタビューです。まずは見事なリリーフを見せました平井投手です。平井さん、勝ちました。そして今満面の笑みでお立ち台、今日の投球ご自身振り返っていかがですか。いやたまたまだと思います。はい、まあでもしっかりバッターと向き合って投げれたんで、まあ良かったと思います。あそこが2点差6回ワンアウト満塁、1本出されると同点逆転許すというような場面でしたが、気持ちとしてはどんな気持ちで上がったんですか。まあ江戸木田さんも頑張ってましたし、絶対先発も勝ちを消しちゃいけない、消さないのが僕らの仕事なんで、まあしっかり、追いつかれずに帰れたのが良かったなと思います。まあそこはもう絶対ゼロで行くんだ、そんな気持ちだったんですか。もう絶対ヒット1本も許さない気持ちで行ったんで、しっかり抑えれて良かったと思います。迎えるバッターが本当に左の谷口選手、さらには乗っている杉谷選手というところだったんですが、2人完璧に抑えましたね。もう絶対気持ちでは負けたくないと思ってマウンド上がりましたし、野手の皆さんもたくさん点取ってくれてたんで、まあ、追いつかれちゃいけないっていう気持ちだけだったんですけど、抑えれてよかったです。本当に終わってみれば打者5人パーフェクトだったんですが、まあ、今年もイニングまたび連投というのもあるんですけども、今年のまた任されている役割、開幕からどんな風に感じてますか。いやもう本当に勝ちパターン任されてますし、必ず結果を残さないきゃいけないですし、負けは許されないですし、勝ててよかったです。平井さん、勝ててよかったですし、5月6日以来のメットライフ、大勢のファンの皆さんの声援いかがでした。いや、ホームは最高です。平井さんの好投もあって連勝も4まで伸びましたよ、これに関しては。まあ、まず1試合1試合戦うだけですし、まだ首位じゃないんで、必ず首位まで上り詰めたいと思います。今年ももうすでに23試合、今年はどれぐらい試合数いきそうでしょうかね。目標が70なんで、70超えます。70超えるとチームは優勝します。では改めて明日以降もゲーム続きます。ファンの皆さんに一言お願いします。本日は応援ありがとうございました。まずは明日勝って、明後日も勝って3連勝します。応援よろしくお願いします。おめでとうございました。ナイスリリーフ平井投手でした。そしてもう一方です。お待たせいたしました。今日は3安打4打点の活躍、アップルパンチ殿崎選手です。殿崎さん、まずは聞いておかないといけない、あの8回の場面はどんな気持ちで入ったんでしょう。いや、もういつも通りに行こうかなと、そんな大ごと言ってられる結果残してないんで、もう謙虚に、1打席普通のいつもの1打席と思って入りました。本当ですか。ツーベースがあってホームランがあって今度はスリーベース、あとシングルだけでしたよ。いやもうそんなそんなこと言ってられる結果残してないんで、はい、あの周りの反応というか何か言われたりはしました。あ、そうですね、ちょくちょく耳には入ってきました。誰の一言が一番残ってます。覚えてないです。まあただ本当に今日は見事な活躍で3安打のうち一番こう自分の中で手応え残っている、そして流れの中で一番大きかった一本どれでしょうかね。そうですね、僕の中では1打席目がすごい初球から
触れて、でしかもヒットだったんで、すごいそれで波に乗っていけたかなっていうのはあります。まあ、本当に5月に入っても打率が1割を下回るような時期もあって、ファンの皆さんも心配してたと思うんですが、打撃の状態だんだん上がってきたという感じですか。そうですね、まあ、自分のスイングができてきてるっていうのが一番自分の中で芯になっているとか、そこを貫いてやっていきたいなっていうふうに今は思ってます。やっぱりこうやって結果も出ると違います。やっぱりそうですね、全然違います。あとは殿崎さん、昨日からポスターが貼り出し始まって、万能ハードパンチャーリンゴサーというポスターが貼り出されて、翌日に見事な活躍、この辺いかがですか。すごいたまたまですね、よかったです。あとは本当に久しぶりのメットライフというのもありました。ファンの皆さんの声援いかがでした。やっぱりそうですね、気持ちいいです、はい、すごい力になります。あとはティーンも4連勝ということで、打線含めて雰囲気なんかどうですか。すごいいいですよね、やっぱりすごいです。あとは殿崎さん、5月下旬にはふるさとでのゲームも控えてますが、何か励みにもなりますか。そうですね、まあ、一時期は本当地元で試合に出れるかどうかっていうところだったんですけど、まあ、なんとか少しずつですけど、自分らしさも出てきたかなと思うので、あと 2,3 試合ですかね、もっともっと調子上げていけるように頑張りたいです。あとは友崎さんに伺いたいのが、ここ最近ちょっとドスコイに押されてるんですが、その辺はどう感じてましたか。いやもうあれにはかなわないですね、本当に数も違いますし、すごい盛り上がってるなって羨ましいです。ではファンの皆さんに思い出してもらいましょう。では最後はあれで締めていただきます、お願いします。ドスコイに負けないくらい協力お願いします。いきます、3、2、1、アップルパンチ。ありがとうございました。ヒーローインタビューは以上です。トロサキがメットライフでのお立ちだ、こいつ初になるんですけども。あ、そう、はい、そうですよ、もっと甘くような感じしますけど ね、はい、ね、結構、やっぱ謙虚ですね、謙虚ですね、そこは森謙虚ですね。私と後輩で、ね、確かに謙虚です。確かに、あとは、平井はちょっと慣れてないですね。うん、やっぱ長継ぎピッチャーってあんまり上がらないのでね、はい、ということは今年の初めてのお立ち台コンビですね。でもっともっとね、こういう決まったところに長継ぎピッチャーもね、一生懸命頑張ってますからね、はい、そうですね、うん、じゃあこの番でいただければ球団の方に。そうです、ね、長継ぎ頑張ったらお立ち台をお願いしますと、本当ですね、いうことですね、うん、もっとこれ慣れさせた方がいいですよね。確かに慣れた、確かにそうですね。ただ平井も本当45試合の中で23試合も投げてます、うん、70試合超えますって言ってました。よう頑張ってますよ、最後までね、はい、これで頑張ってきてほしい、まあ、目標が70って言ってましたし、はい、まあ、それ以上のね、はい、登板数を、はい、行ってもいいわけです。そうですね、うん、このペースでいけば十分いけますからね。1年間こう戦えるっていうのが一番の財産だと思いますから、はい。